皆さん、こんにちは。パソチャ TV へようこそ。今日は Excel で封筒の宛名名を作成します。B5 サイズの用紙が三つ折りで入るサイズの封筒です。印刷をする宛先の数は少なくて、1件か2件ぐらいを入力して印刷したいという時の作成方法です。封筒は Word で作成したことがあるけれども、Excel では初めてという方や、封筒の宛名名を初めて作るという方は、この動画を見ながら一緒に練習していきましょう。それでは参りましょう。パソチャ TV 始まるよ。スタートボタンをクリックして、すべてのアプリから Excel を起動します。Excel が起動しましたら、空白のブックをクリックします。準備としてページレイアウトタブをクリックします。サイズは長4、長方4号の封筒 90×205mm、 こちらをクリックします。封筒の幅は狭いので画面のように印刷の切れ目がたくさん表示されますが気にせず進めていきます。余白は一番下のユーザー設定の余白をクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。余白タブをクリックします。余白に入力されている数字は消していただいて、上は1、左は0、下は1、右は 0.5、ヘッダーは0、フッターも0と入力します。ページ中央の欄で水平、こちらにクリックしてチェックを入れます。ここまでできましたら OK ボタンをクリックします。表示タブをクリックします。ブックの表示グループの中のページレイアウトビューをクリックします。表示タブより表示グループの中のルーラー、こちらにチェックが入っていなければクリックしてチェックを入れましょう。ページレイアウトビューではルーラーの設定をかけますと行と列に表示されるルーラーの単位がセンチ単位になります。標準モードでも作成することはできるのですが、ページレイアウトビューを使いますと実際のセンチをイメージしながら作成できますので、今回はこちらを使っていきます。それでは最初に行の高さと列の幅の設定を行います。表示倍率は分かりやすいように少し拡大します。行1をクリックします。ホームタブをクリックして、セルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。行の高さをクリックします。セルの高さダイアログが表示されました。行の高さに入力されている数字は消していただいて、こちらには 1.5 と入力します。単位はセンチですので、1.5 センチの設定をかけていきます。入力できましたら OK ボタンをクリックします。次に行2をクリックします。ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックして行の高さをクリックします。行2の行の高さは1、1センチ。1と入力できましたら OK ボタンをクリックします。少し下に下がりまして行21をクリックします。ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。行の高さは、こちらも1センチ1と入力して OK ボタンをクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。次に列幅の設定を行います。列 A をクリックします。ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。列の幅をクリックします。セルの幅ダイアログが表示されました。列の幅には 2.7、
2.7cm 入力できましたら OK ボタンをクリックします。次に列 B、 こちらをクリックしましたらホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。列の幅をクリックします。列 B の列の幅は 2.5 と入力します。できましたら OK ボタンをクリックします。次に列 C をクリックします。列 C の列の幅は 0.2mm、 とても狭い幅に設定します。次に列 D と列 E をまとめて設定します。列 D をクリックしながらそのまま列 E までドラッグします。ページをまたいでいますが気にせずに進めていきます。列 D と列 E が選択できましたらマウスを離します。ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックし列の幅をクリックします。列 D と列 E の列幅は 1.1 と入力し OK ボタンをクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。これで行の高さと列の幅の設定ができました。続いてセルの書式設定を行います。表示倍率は少し下げていきます。セル B の4からセル B の19までドラッグします。ホームタブより配置グループのセルを結合して中央揃え、こちらをクリックします。続いて配置グループより方向の右側の下向きの矢印をクリックし縦書きをクリックします。ここには宛先のお名前が入ります。配置グループの右下その他ボタンにマウスをポイントしますと配置の設定と表示されます。このような画面になりましたらクリックします。セルの書式設定ダイアログが表示されました。配置タブをクリックします。文字の方向は文字列と縦向きに入力されているところが黒く選択されていることを確認します。文字の配置の横の位置、こちらは中央揃えにしていきます。縦位置、画面では中央揃えになっていますがこちらは右側の下向きの矢印をクリックして均等割付インデント、こちらをクリックして選択します。できましたら OK ボタンをクリックします。フォントの種類は MSP ゴシック、フォントのサイズは40にしたいのですが画面では40という数字がありませんので直接入力していきます。11と入力されているところをクリックしカーソルがチカチカしましたら11と入力されているところをバックスペースキーで消していきます。こちらには40と直接入力してエンターキーを押します。フォントの種類は MSP ゴシック、サイズが40になりました。セル B の21から B の23をドラッグします。選択できましたらホームタブより配置グループのセルを結合して中央揃えをクリックします。フォントの種類はMSP ゴシック、サイズは40と入力してエンターキーを押します。こちらは継承が入ります。セル D の3から D の24をドラッグして選択します。選択できましたらホームタブより配置グループのセルを結合して中央揃え、続いて配置グループより方向の右側の下向きの矢印をクリックし縦書きを設定します。縦書きの設定ができましたら配置グループの右側のその他ボタン配置の設定が表示されましたらクリックします。
セルの書式設定ダイアログが表示されました。文字の方向が縦向きの文字列と書かれているところ、黒くなっていることを確認します。文字の配置、横位置は画面では中央揃えになっていますが、こちらの右側の下向きの矢印をクリックして、左詰め、縦位置、中央揃えと書かれている右側の下向きの矢印をクリックし、上詰め、インデント、お使いの Excel のバージョンによっては上揃えと書かれているかもしれません。画面では上詰め、インデント、こちらを選択します。画面のようになりましたら OK ボタンをクリックします。セル E の3から E の24、こちらをドラッグして選択します。ホームタブより配置グループのセルを結合して中央揃え、配置グループより方向の右側の下向きの矢印をクリックし、縦書き、配置グループの右側のその他ボタン、配置の設定が表示されましたらクリックします。セルの書式設定ダイアログが表示されました。文字の方向は縦向き、文字列と縦に書かれているところが黒くなっていることを確認します。文字の配置、横位置は中央揃えと入力されている右側の下向きの矢印をクリックして、左詰め、縦位置は上詰め、インデント、こちらをクリックして選択します。できましたら OK ボタンをクリックします。セル D の3から E の3をドラッグします。フォントの種類は MSP ゴシック、フォントのサイズは22、こちらを選択します。 MSP ゴシックでサイズ22ですと、だいたい16文字ぐらい入力することができます。続いてセル B の1から E の1をドラッグします。選択できましたらホームタブより配置グループのセルを結合して中央揃えをクリックします。こちらは郵便番号が配置されるエリアです。これで宛名面のレイアウトができました。それではここで住所とお名前を入力していきましょう。これから入力する宛先の住所やお名前、郵便番号などはすべて架空のものです。セル E の3をクリックします。住所を件名から入力していきます。入力モードは日本語アにしておきましょう。キーボードの半角全角キーを1回押して日本語のアにしておきます。千葉県、君津市、架空のものですので、××丸の丸丸の1、セル D の3をクリックします。こちらにはマンション名を入力します。コーポ森の005005、こちらは漢数字で入力します。できましたらエンターキーを押します。住所が2行にわたって入力されました。マンション名は少し下の方に配置した方がレイアウトが良いかと思いますので直していきましょう。セル D の3が選択された状態で、数式バー、こちらをご覧ください。コーポ森の005が数式バーに入力されています。コーポの子の左側をクリックします。カーソルがチカチカしましたら、スペースキーでいくつか押して、レイアウトを調整します。できましたらエンターキーを押します。続いて、セル B の4。こちらにはお名前を入力します。川辺、ひろみ。できましたらエンターキーを押します。動画をご覧の皆様は、ご自分の名前や
お好きな名前で構いません。思いつかなければ画面と同じお名前を入力してみてください。次にセル B の21、こちらには敬称を入れていきます。サマ、エンターキーを押します。もしこちらが会社などの音中など入力する場合には縦書きになりますので、配置グループより方向の右側の下向きの矢印をクリックして縦書きをクリックしましょう。今回は一文字ですので縦書きでも横書きでも同じになります。住所と名前が入力できました。郵便番号を入力しない場合は宛名面はこれで完成で印刷ということになります。ファイルタブをクリックして印刷をクリックします。プレビュー画面を確認します。このまま印刷となるのですが、今回は郵便番号を入れていきます。戻るボタンを押して元の画面に戻します。郵便番号はこちらに配置していきます。セルの中に直接入力をしてもいいのですが、印刷をした後に郵便番号枠に数字がうまく入らない場合もあります。調整が必要になるかと思いますので、直接入力せずにテキストボックスを使います。挿入タブをクリックしてテキストグループの中からテキストボックスの下向きの矢印をクリックします。横書きテキストボックスの描画、こちらをクリックします。マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま横に長い四角形を作ります。画面のようになりましたらマウスを離します。テキストボックスが作成されました。このテキストボックスのサイズを設定していきます。テキストボックスの周りは今点線で囲まれています。点線の上でマウスをポイントし、マウスの形がこのようになりましたらクリックします。テキストボックス全体が表示されました。点線が実線に変わりました。テキストボックスが選択されている状態で図形の書式タブをクリックします。サイズグループより図形の高さ、こちらに入力されている数字は消していただいて、単位のセンチも消していただいて大丈夫です。図形の高さは 1.43、 図形の幅は 1.7 と入力します。できましたらエンターキーを押します。このテキストボックスは郵便番号の最初の3桁が入力できるボックスになります。テキストボックスが選択されている状態でホームタブをクリックします。フォントの種類は MSP ゴシックをクリックします。続いてフォントのサイズは20をクリックします。配置グループより上下中央揃え、さらに左右こちらの中央揃えをクリックします。テキストボックスの真ん中でカーソルがチカチカしていることを確認します。ではここに仮の郵便番号を入れていきます。入力モードは半角英数モードにしていきます。では仮の郵便番号123と入力します。画面のようになりましたらテキストボックスに入力された数字123をドラッグして選択します。この時テキストボックス全体を選択するのではなく、入力された数字だけを選択します。画面のようになりましたら右クリックします。いろいろなメニューがありますが、この中の段落をクリックします。段落ダイアログが表示されました。全般の中、インデントと行間隔のタブをクリックし、全般の中の配置の右側の下向きの矢印をクリックして均等割り付けをクリックして選択します。できましたら OK ボタンをクリックします。今度はテキストボックス全体を選択します。テキストボックスの周りの点線にマウスをポイントし、マウスの形がこのようになりましたら
クリックします。実線が点線に変わりました。この状態で図形の書式タブをクリックします。図形のスタイルの右側のその他ボタン、図形の書式設定と表示されましたらクリックします。画面右側に図形の書式設定、こちらの画面が表示されました。今は図形のオプションが選択されています。緑の下線がこちらに出ている。これは図形のオプションが選択されているということになります。そのお隣の文字のオプションをクリックします。表示されている画面が変わりました。3つのアイコンがありますが、一番右側のテキストボックスのアイコンをクリックします。テキストボックスの設定画面が表示されました。中ほどの左余白、こちらに入力されている数字は消していただいて、左余白は0と入力します。右余白も0と入力します。できましたら何もないところでクリックします。テキストボックスに入力されている123という3つの数字が余白が0の状態で均等に配置されました。では、このテキストボックスをクリックして選択します。テキストボックス全体を選択するために点線にマウスをポイントし、マウスの形がこのようになりましたらクリックします。テキストボックス全体が選択されました。ホームタブをクリックして、コピー、貼り付け、テキストボックスをもう一つ作りました。コピーされたテキストボックス、こちらを少し移動していきます。テキストボックスの枠線にマウスをポイントします。マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま右へとずらしていきます。2つのテキストボックスを並べます。画面のようになりましたら、マウスを離します。図形の書式タブをクリックします。サイズグループより図形の幅、こちらのサイズは 2.5 センチです。できましたらエンターキーを押します。幅を広くしたテキストボックスには郵便番号の下4桁を入力します。3つの数字が入っていますが、こちらにもう1つ足していきます。数字の2と3の間をクリックします。カーソルがチカチカしました。キーボードの右向きの矢印キーを1回押します。3の右側にカーソルが移動してチカチカしていることを確認します。ではこちらにも仮の郵便番号を入力します。数字の4と入力します。4桁の番号が入りました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。3桁の郵便番号、4桁の郵便番号、この間に郵便番号枠にはハイフンが入りますので、少し間を空けるための補助の図形を作ります。これは補助の図形ですので、レイアウトが終わりましたら削除していきます。挿入タブをクリックして、図形の下向きの矢印をクリックします。四角形の中の正方形、長方形をクリックします。マウスの形がこのようなプラスになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま、幅の狭い縦に長い四角形を作ります。画面のようになりましたら、マウスを離します。補助の図形のサイズを設定していきます。図形の書式タブをクリックし、サイズグループより図形の幅、こちらは 0.33mm と設定します。図形の高さは 1.43 と入力します。サイズが設定できましたら、図形の書式タブより図形の枠線の下向きの矢印をクリックして、枠線なしをクリックします。もう一つ補助の図形を作ります。ホームタブをクリックして、青い補助の図形が選択されている状態で、コピー、貼り付け、図形がもう一つできました。コピーした補助の図形を
クリックして選択しましたら、図形の書式タブよりサイズを図形の幅 0.1 ミリに設定します。とても細いサイズの補助の図形です。では一度何もないところでクリックして選択を解除します。4桁の郵便番号、こちらをクリックします。点線のところにマウスをポイントし、マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま隣のページにドラッグしていきます。あまり上の方に持っていきますと上手に配置ができませんので、行1の真ん中あたりに持っていきます。テキストボックスの右端は1ページに収まるようにしていきます。画面のようになりましたらマウスを離します。テキストボックスの右端がはみ出してしまっているようでしたら、キーボードの左向きの矢印キーでずらしていきます。上向きの矢印キーを少しずつ押してセルの高さに合わせていきます。ここまでできましたら、幅が3ミリの 0.3 センチの補助の図形をクリックします。選択できましたら4桁の郵便番号のすぐ隣に配置します。図形の上で左ボタンを押しながらドラッグしていきます。途中でマウスを離してしまっても大丈夫です。マウスを離しましたらまたそこからドラッグしていきましょう。4桁の郵便番号の近くに来ましたらマウスを離します。郵便番号の左の枠線にぴったりとくっつけます。上向きの矢印キーで上を合わせていきます。ここまでできましたら、今度はこちらに3桁の郵便番号を配置します。では3桁の郵便番号のテキストボックスの上でクリックします。テキストボックスの枠線の点線にマウスをポイントします。マウスの形がこのようになりましたら、マウスの左ボタンを押したまま左のページにドラッグしていきます。青い補助の図形の近くに来ましたらマウスを離します。青い補助の図形と3桁の郵便番号のテキストボックスの端を合わせていきます。できましたら今度は上向きの矢印キーで高さを合わせていきます。最後にもう一つの補助の図形、幅1ミリの補助の図形をクリックします。幅が狭いので操作が難しい場合は表示倍率を拡大して行っていきましょう。ではこの幅の狭い図形をドラッグしていきます。幅の狭い補助の図形にマウスをポイントし、マウスの形がこのような形になりましたら、マウスの左ボタンを押したまま左のページにドラッグしていきます。このページを越えるのが難しければ、一度近くでマウスを離して、もう一度マウスの左ボタンを押して隣のページに移動していきます。途中途中離してしまって大丈夫です。3桁の郵便番号の左の枠に近づけていきましょう。近くまで来ましたらキーボードの矢印キーで調整していきます。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。郵便番号が入りました。まだ補助の図形と郵便番号の枠の枠線、それから塗りつぶしはなしにしていません。ここで動画では分かりやすいように郵便番号の枠線に色をつけます。動画をご覧の皆様はこの操作はする必要はありません。わかりやすいように緑の枠線をつけています。補助の図形と郵便番号の枠が離れているようでしたら、ここで少し調整していきます。表示倍率を 100% に戻しました。画面右側の図形の書式設定の画面は×ボタンで閉じておきます。郵便番号と住所、名前が入りました。
ここで試し刷りの印刷をしていきます。試し刷りの印刷で印刷された状態を確認して、郵便番号枠から外れているようでしたら調整していきます。調整が終わりましたら、この補助の図形とテキストボックスの枠線、それから塗りつぶしをなしにしていきます。ファイルタブをクリックして印刷をクリックします。プレビュー画面が出ています。印刷をする前に確認していただくことがいくつかあります。用紙のサイズ、こちらは長4、長方4号の封筒 90×205mm になっていることを確認します。プリンタのプロパティ、プリンタのメーカーはそれぞれ異なりますが、設定箇所を確認します。プリンタのプロパティをクリックします。用紙のサイズは長方4号封筒 90×205mm になっていることを確認します。用紙の種類は封筒、こちらを選択します。封筒という選択肢がない場合はそのままの普通でも構いませんが、この用紙のサイズが設定できる場合は用紙の種類も封筒が選べるかと思います。プリンターによっては選べない場合もありますので、プリンターの取扱説明書を確認していただければと思います。出力用紙、用紙サイズと印刷をする紙のサイズが同じになっていることを確認します。用紙サイズと同じになっていない場合は、右側の下向きの矢印をクリックして同じ用紙を選択します。ここで印刷をする際の用紙をセットする時の注意事項などが表示される場合があります。その場合はそちらの内容を確認してください。用紙を印刷する時の印刷の向きや封筒を設定するトレイの説明が出てくるかと思います。確認しましたら OK ボタンをクリックします。できましたらプリンターのプロパティのダイアログは OK ボタンで閉じていきます。印刷ボタンを押しますと用紙が印刷されます。試し刷りをした結果がこのようになりました。郵便番号枠にしっかり入っているのですが、下4桁が少し左に寄っているようでしたので、右にずらして調整しました。キーボードの右向きの矢印キーを1回2回と少しだけ押して調整しました。この枠がうんと外れていたり、また上下が枠から外れている場合には、マウスやキーボードの矢印キーで調整してみます。微調整をした結果、だいたい枠に収まりましたので、今回はこれで保存をして本番の印刷をしたいと思います。郵便番号枠が調整できましたので、まず補助の図形を削除していきます。図形を選択しましたら、デリートキーまたはバックスペースキーで削除します。テキストボックス、3桁の方のテキストボックスを選択します。テキストボックスが選択できましたら、図形の書式タブをクリックし、図形の塗りつぶしは塗りつぶしなし、図形の枠線は枠線なしをクリックします。できましたら、一度何もないところでクリックして選択を解除します。枠線と塗りつぶしがなくなりました。同じように4桁のテキストボックスも枠線と塗りつぶしの設定をなしにしていきましょう。テキストボックスの中ほどでクリックします。枠線の点線にマウスをポイントします。クリックして選択しましたら、図形の書式タブより図形の塗りつぶしは塗りつぶしなし、図形の枠線は枠線なしに設定します。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。これで宛名面の設定ができました。ファイルタブをクリックして印刷をクリックします。補助の図形や枠線などが出ていないことを確認します。印刷の設定は先ほど確認した通り、もう一度印刷をする前に確認をして、できましたら印刷ボタンを押しましょう。元の画面に戻りました。宛名は1、2件の入力でしたら、
1件目を入力し、印刷が終わりましたらこちらを消してまたもう1件入力して印刷をするというふうにしていただければ良いのですが、2件とも表示させたい、2件を入力した状態で保存しておきたいということもあるかと思います。この1件目の宛名名をコピーして隣のページに貼り付けたいと思います。列 A から列 E をドラッグして選択します。ホームタブよりコピーをクリックします。列 F をクリックします。セルグループより挿入ボタンの下向きの矢印をクリックします。コピーしたセルの挿入をクリックします。宛名面がもう一つコピーされました。ではコピーされた宛名面のどこかでクリックします。選択が解除できましたら、キーボードのエスケープキー、一番左上の ESC というキーを1回押して、コピー元の緑の点線を解除します。では、2件目の宛名を入力していきましょう。入力してある情報は消していただいて、こちらも架空の住所とお名前を入力していきます。2行目の住所はレイアウトを整えるために少し下げていきましょう。セル I の3が選択されている状態で、数式バーの入力されている住所の一番端、1丁目の1のすぐ左をクリックします。カーソルがチカチカされましたら、スペースキーで下へずらしていきます。できましたらエンターキーを押します。住所が入力できました。ではお名前も入力していきましょう。お名前が入力できました。継承はそのまま様にしておきます。郵便番号を直していきます。郵便番号の3桁の方でクリックします。テキストボックスが表示されます。キーボードの右向きの矢印キーを押します。3桁目でカーソルがチカチカしていることを確認して、バックスペースキーを押して数字を消していきます。テキストボックスの真ん中でカーソルがチカチカしていることを確認し、2件目の方の郵便番号を入力しましょう。こちらも仮の番号を入力します。3桁入力できましたらエンターキーを押します。4桁の方も直していきます。4桁のテキストボックスの上でクリックします。カーソルがチカチカしていることを確認し、キーボードの右向きの矢印キーを押して、4桁目の右側でカーソルがチカチカしていることを確認します。バックスペースキーを押して入力されている数字を消していきます。ではこちらにも郵便番号の4桁を入力していきましょう。画面では仮の番号を入力しています。できましたらエンターキーを押します。どこかの何もないセルの上でクリックして選択を解除します。これで2件目の入力ができました。宛先がとても多い場合はコピーして作ることもできるのですが、他の方法も良いかと思います。今回は1件2件の入力印刷の場合の作成方法をご案内しています。では2件できましたので、ファイルタブをクリックし、印刷をクリックします。プレビュー画面の下の方で1ページ、次のページの矢印をクリックしますと、入力した2件目が表示されます。印刷の設定を確認できましたら、印刷のボタンを押しますと、2件分印刷することができます。住所と名前のフォントの種類は、今回は MSP ゴシックにしましたが、別なフォントにすることもできます。サイズは同じでもフォントの種類で大きさが少し違って見えるかと思います。必要に応じてフォントの種類やサイズを調整してみていただければと思います。はい、これで封筒の宛名面の完成です。よかったら
私たちと一緒に練習しましょう。皆さん、お疲れ様でした。Excel での封筒の宛名面の作成は上手にできましたでしょうか。今回はたくさんの宛先を印刷するのではなく、1、2件の少ない件数を作成して印刷したい場合の方法をご案内しました。封筒の印刷の時に一番苦労するのが郵便番号枠の調整かと思います。テキストボックスで郵便番号枠を作成することで、実際に印刷をした時に枠から外れていたりずれているというところを調整することが少しやりやすいかと思います。印刷機の種類や Excel のバージョンによっては印刷をした時にずれてしまうこともありますので、必ず本番の印刷をする前に試し刷りをしていただければと思います。また Word での封筒の宛名面の作成方法はパソチャ TV の別な動画でご紹介していますので、そちらもよろしければ参考にしてみていただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい、楽しい、パソチャTV、また見てね。